Boa tarde, meu nome é Eliana Eri と申します。今東京でプロフリーランスのカメラマンをやってます。で、今年の4月から11月まで日本一周、このバンと一緒に車中泊しながら日本一周してきました。フォトグラファーになったきっかけは、日本に11歳の時に来て、初めて来て、その時日本が話せなくて、学校とか友達あんまり作れなくて、で、中学校3年生の時に、まあ、ずっと一人だったから、その時誕生日の日にお母さんからちっちゃいこういう一番安い1万円ぐらいのデジカメラをもらって、で、こう花取ったり木を取ったり、適当に毎日こう学校終わって一人で撮影したりしてました。で、その後高校に入って写真部に入ってカメラを続けてやってました。で、高校卒業してカメラやめたんですけど、で、この5年前ぐらい23歳の時に旅行会社で働いてたんですけど、やっぱカメラやりたいなと思って仕事を辞めて、短期留学ロンドンまで行ってカメラの勉強してきました。で、ロンドンから帰ってきて東京で初めてカメラ仕事としてやってきて、まあ、最初大変だったんですけど、知り合いも一人いなくて、で、少しずつ人脈増やしたりとかして、やっと仕事をもらえるようになりました。で、日本一周をしたきっかけは、もともと私ブラジル出身で、11歳までブラジルに住んでたんですけど、で、ブラジルの私の記憶は、まあ、子どもの時の記憶で、大人になってからのブラジルは知らないから、こうブラジルに住んでみたいなとか、ブラジルでチャレンジしてみたいと思って、でもその前にちゃんと日本を知らないといけないと思って、ちゃんと日本を全部回って全部自分の目で見てきてからのブラジルに行こうと思ってます。で、車中泊してた時は、まあ、まずどこで泊まるかっていうのを準備しないといけなくて、まあ、道の駅に泊まるか、どっかの公園泊まるかとかを、まあ、安全な場所をネットで調べて、で、まあ、トイレが綺麗な場所とか警察来ない場所とか、まあ、ちゃんと許可、車中泊してもいいよっていう場所をまず探して、で、まあ、この中で布団敷いて寝て、次の日はまずクーラーボックスからコーヒーを出して飲んで、で、飲みながら今日どこに行くか検索してって感じですね。15歳の時にもらったデジカメは確かキヤノンだったと思うんですけど、で、高校1年生の時にバイトをやりだして、で、そこで初めてニコンの D90 のカメラを買って、その理由はよくわからないですけど、多分その時に出たカメラはなんかこう発売されて人気だったカメラで、お店行って相談して、このカメラがおすすめですよって言われて、確かそんな感じで、その理由でニコンだったんですけど、そこからずっとニコンで、5年前ぐらいにプロになりたいと思った時にフルサイズのカメラを買って、それが D850 で、それで4年ぐらいをずっと使って、で、ソニーに変えた理由は、こう周りの人みんなミラーレスにしだして、で、私もミラーレス触ってみたら、ソニーのカメラ触ってみたらすごい良くて、
でそれでは変えた方がいいかな、動画もやってみたいなと思って、でちょうどあの知り合いがあのカメラソニーのボディ一つ余ってるから打ってあげるよって言われて、それで初めて。で西のフィルターはあの友達 の, あのクリエイターのディン君があの撮影に呼ばれて、でそこですごいなんか素敵なライティングとか組んであって、で私がそれに結構衝撃受けて、プラスディン君がブラックフィルター、ブラックミストフィルターを使って、その映像を見た後にうわエモいと思ってでそこから私もずっと使うようになりました。中学の時はそのデジカメもらった時は今よりシャイだったんですけど、まあ、カメラを通して今の襟になってるんですけど、今の襟でいいのかって言われたらもっと成長したいと思って、こう誰でも声かけれる子になりたいし、でこの日本一周した時は、まあ、ただいろんな場所に行くんだけじゃなくて、日本に住んでる、まあ、私みたいにちっちゃい時に日本に来てあの苦労してた人とあの SNS で仲良くなって、実際会いに行ってちっちゃい時の、話を全部聞いて、それをインタビューみたいな感じにして、で、こう、まあ私もそうだったんですけど、日本に来てずっとブラジル人コミュニティの中に行ったんですけど、まあ、その理由で、まあ、日本語をうまくあの勉強できなかったとか、でそういう子もいっぱいいるから、それを苦労しても好きなことを仕事にできた子と20人ぐらいと会ってきて話して、今の仕事の、雰囲気というか裏側を撮影して、でそれを今本にまとめてるんですけど、なんでそれもあの自分もこういろんな人の話を聞いて自分も成長してる、いろんな人が苦労してきたし私も苦労してきたし、人はそれぞれバックグラウンドがあって簡単に人のことをジャッジしたらいいかなと思いました。でその、 あの日系の日系人のプロジェクトも来月個展、その写真を大きく印刷して個展をやろうと思います。